再発春は、新末のパン税の乱の指導者の一人、自和公用、雲南省巡、冥フ雲州出身。1856年、所有府の各地で海民が殺害され、昆明では、雲南巡部主品画の命で海民2万人が虐殺される状況の中、再発春は、所有で放棄し、洋州を攻撃した。しかし、提督文章が援軍を送ったため、 数ヶ月包囲したが、陥落させることができず、撤退した。そこで、愛老さんの李文学率いる遺族の法規軍と連携し、翌年に文章に対象した。すでに1856年に、と踏秀は大理を占領して、政権を樹立していたが、再発春と李文学を招き、再発春を、用意大都督に任命して、軍務を統括させ、李文学を南山軍務、 広塚左カに任命した。その後、再発春は、雲南西部の二十余りの集権を攻略し、二度に渡る新軍の代理包囲を退け、二度目の千八百六十年の戦いでは、真の帝徳、諸葛政を戦死させた。しかし千八百六十一年に、東越の戦いで流れ玉に当たって戦死した。自由権備の再発春を失ったことは、徳踏秀にとって大きな痛手であった。 この最低胸は、と文みひでの娘の森、大鳥洋を妻とし、コアゲイと称され、混迷攻略を任されたが、1872年に、大理が陥落すると捕らえられ殺害された。ありがとうございます。